スモールフェイセス、スモールフェイセス、1965年から1969年は、イギリスのロックバンド、スティーブ・マディオットとロニー・レーンに率いられ、ドラムスのケニー・ジョーンズとオルガン及びキーボードのイアン・マクレガンで活動していた。結成時は、ジミー・ウィンストンがメンバーであったが、デビュー後、すぐに、イアン・マクレガンに交代させられた。メンバーは全員イーストエンド出身で、 ウエストエンドのザフーと並ぶイギリスの代表的モッツバンドであった。2012年にフェイセズと共にロックの殿堂入りを果たした。スティーブ・マリオットはロンドンのイーストエンドで生まれ育った。彼は子役俳優としてミュージカルオリバーのアートフルドジャー役で有名になり、十代初期に2本の映画に出演した。1本はピーター・セラーズとの共演であった。 俳優業の傍ら、ソロシングルやスティーブ・マリオットザ・モーメンツ名義でのシングルを発表するが、いずれも不発。レーンとマリオットは1965年に出会う。マリオットはマナーパークの J60 ミュージックバーで働いており、そこにレーンが父親のスタンと共にベースギターを買いに訪れた。レーンとマリオットはそこで会話し、 ベースを買ったレーンはマリオットが仕事を終えた後、レコードを聴きに彼の家を訪れた。バンドの核はその夜に誕生した。バンド名はマリオット、レーン、ジョーンズの3人が小柄、スモールだったことと、真の顔役という意味を込めたフェースが由来。彼らのデビューシングルは1965年のホワッチャ、ゴナド・アバウト・イットであった。第二弾の アイブゴットマインはチャート入りしなかった。ウィンストンが脱退し、元ザミュール・スキナーズのメンバーで経験豊富なヤン、マクレガンが公認となった。続くシングル、シャラララリーはイギリスでのメジャーヒットとなった。1966年発表のファーストアルバム、スモール・フェイセスは前衛3位というヒット作となった。66年には、オール・オア・ナッシングが前衛1位のヒットとなる。 しかし、契約上の問題などからデッカとの関係が悪化し、バンドは移籍を考えるようになる。1967年、バンドはイミディエートに移籍する。マリオットトレーンは、イミディエートと契約しているシンガー、クリス・ファーローに、マイ・ウェイ・オブ・ギュィングを提供していたので、スムーズに契約。デッカが報復として、シングルと未発表テイクの寄せ集め。 フロムザビギニングを出したが、イミディエート遺跡第一弾、スモールフェイセス、デッカ時代のデビューアルバムとは全く別物も成功し、同時期に2枚のアルバムがヒットするという変則的な事態となった。このイミディエート版、スモールフェイセスは全曲オリジナルで固められ、アーティストとしての進歩を見せつけた。その後も、一ーパーク、前衛3位、ティーソルジャー。 前衛9位が立て続けにヒット。この2曲で念願の全米チャートインも果たす。もっとも、一空パークは全米16位の大ヒットだが、ティーソルジャーは全米73位止まり。1968年には、タバコの缶をあしらった変形ジャケットも話題となった、オグデンズナットコーンフレークが見事前衛1位のヒット。アフターグローやレイジーサンデー等を収録している。 ハンブルパイを結成するべくスティーブ・マリオットはバンドを脱退。残ったロニー・レーン、イアン・マクレガン、ケニー・ジョーンズの3人は、ジェフ・ベックグループを首になって、い、ロッド・スチュアート、ボーカル、ロン・ウッド、ギターを加え、一時はクワイエット・メロンと名乗るが、数ヶ月でフェイセズと改名して再出発する。ロッドがボーカルとなったフェイセズは、玉月・リチャード、ステイ・ウィズ・ミーなどをヒットさせた。 スモールフェイセズが全く不人気でバンド名すら知らないロックファンが多かった日本でもこの2曲は小ヒットした。ハンブルパイはブルーアイドソウルゴスペル色を強めたアルバムを発表し好評を得た。ハンブルパイもフェイセズも解散した後イチクーパークのリバイバルヒットがきっかけでレーン以外の3人が集まりスモールフェイセズが再結成される。 1977年にプレイメイツ、1978年に78インザ・シェードを発表。一方ロニー・レーンはスリム・チャンスを率いて活動し、再結成スモール・フェイセスへの参加は断るが、多発性硬化症という難病を患う。1981年、マリオットとレーンが再会し、互いの曲を持ち寄ってレコーディングを楽しんだ。 その時の音源は2000年にマジックミジッツというタイトルで CD 化されるまで日の目を見なかった。その後、スティーブ・マィオットは火事で消死してしまった。去年44歳。アメリカや日本では悲しいほど不当評価されたまま終わったが、本国イギリスでの影響は大きかった。1970年代後半のモッツリバイバル、1990年代のグリッドポップ等 様々なムーブメントの中で再評価されてきた。各となる三人がすでに個人となった今でも、スモールフェイセスを支持するミュージシャンは後を絶たない。例えば、ポール・ウェラーは熱心なスモールフェイセス信者で、ロニー・レームの闘病生活の支援にも携わったという。ウェラーはさらに2001年には、スティーブ・マリオットのトリビュートコンサートで、ノエル・ギャラガー、オアシス、イアン・マクレガン、 ケニー・ジョーンズと共演。また、意外なところでは、ジョン・サイクス率いるヘビーメタルバンド、ブルーマーダーがアルバム、ナッシング・バット・トラブルで、一空パークをカバーした。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。